令和元年11月23日大阪エキスポフラッシュフィールドにて 2019X リーグディビジョン2ウエスト最終節、本日最終戦となります。サイドワインダーズ対西宮ブルーインズの一戦が行われます。試合開始17時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側バックスタンド側になりますホワイトのユニフォームが西宮ブルーインズ、奥側メインスタンド側カラーのユニフォームブラックのユニフォームがサイドワインダーズです。サイドワインダーズキックオフ、西宮リターンで試合が始まります。西宮ファーストダウン、攻撃権更新。西宮スクリーンパス、ナイスラン、ファーストダウン。西宮ファーストダウン、トゥーゴール、残り6ヤード。タッチダウン、西宮中央突破し、そのままエンドゾーンに飛び込み、タッチダウン。タッチダウンは南枠22番、西宮6点獲得。サイドワインダーズファーストダウン、パス成功、ファーストダウン。サイドワインダーズファーストダウン、ランニングバック27番、ハンドオフから右オープン駆け上がり、ファーストダウン獲得。インターセプト、キック成功、3点獲得。キックレングス37ヤード、西宮ブルーインズ10点、サイドワインダーズ0点。サイドワインダーズファースター、再び中央へのランプレー、今度はショットガンフォーメーションからのラン。サイドワインダーズファースター、サイドワインダーズファースター、フルバック47番、ダイブプレーで中央突破。サイドワインダーズファーストダウン、ランニングバック27番、ハンドオフから左オフタックルを駆け上がり、ファーストダウン獲得。タッチダウン、ランニングバック27番、ハンドオフから左オフガード付近を突き、相手タックルをかわし、そのままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。サイドワインダーズ6点獲得。時間1分36秒、ナイスラン、ファーストラン。ランニングバック13番、ハンドオフから中央突破、大きく前進、ファーストラン。
ファースター、クォーターバック17番、ダンニバック13番へのシャベルパス、13番キャッチアンドランでファースター、キックレングス33ヤード。キック成功、3点獲得。西ノ宮ブルーインズ13点、サイドワインダーズ7点。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、サイドワインダーズ7点、西ノ宮ブルーインズ13点、西ノ宮ブルーインズ6点リードで後半戦に移ります。パス成功、クォーターバック4番、ワイドレシーバー10番にヒッチパス。中央へのランプレー、左オフタックル駆け上がり、約9ヤードゲイン。フルバックのダイブプレー、サイドワインダーズファーストダウン、キャリア47番。サイドワインダーズファーストダウン。クォーターバック4番、スクランブル。ゲインはしておりますが、フォースダウンとなります。キッカー12番、このキックブロック、フィードゴール失敗、無得点、攻守交代です。サイドワインダーズリターン試みます。しかしこれはちゃんと飛距離よく、サイドワインダーズ20ヤードを超えずボールデッド、攻守交代です。ハンター8番、西宮リターン、リターナー4番、ボールファンブル、そしてイエローフラッグ、反則も発生しております。リターンの際に背後からの不正なブロックがありました。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック4番、プレイアクションからロングパス、ターゲット5番、これをキャッチし大きく前進、ファースター、インターセプト。クォーターバック4番、プレイアクションからロングパス、しかしこのパスを取ったのは西宮20番。QB サーク、クォーターバック9番、プレーアクションからパスを投じようとしましたが、ここで QB サック、さらにロス。プレーナンバー4の3、サイドワイナーズファースト3点、インターセプト。クォーターバック18番、ここでロングパスを投じましたが、このロングパスを取ったのは西宮、本日3本目20番、攻守交代、ターンオーバー。ロンゲーファーストダウン。キック成功、3点追加。西宮ブルーインズ16点、サイドワインダーズ7点。プレーナンバー4の20、サイドワインダーズセカンダンロング、再び QB サーク、サイドワインダーズサーダンロング QB サーク。
クォーターバック4番パスを投じることができず QB スタック。スタックは8番西宮16。パス成功。プレーナンバー失礼、サイドワインダーズサーダン残り1ヤード。パス成功。クォーターバック4番左に流れながらワイドレシーバー8番にパスを通しファーストダウン獲得。不成功。クォーターバック4番ヨタビのパス、しかしこれはカットされパス不成功。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして西宮ブルーインズ16点サイドワインダーズ7点西宮ブルーインズの勝利です。皆様激戦を戦い抜いた両チームの選手に今一度大きな拍手を送ります。